YouTube チャンネル、キジ楽園ライブイン、天文学祭、放送芸術学院ドリームホール、キジ楽園リム高津氏、皆さんこんにちは、リム太郎でございます。今日は奇人楽園 YouTube チャンネルは天満音楽祭に出演いたします。そしてこれから天満音楽祭に突撃取材に行きたいと思います。では行きましょう。放送芸術学院にやってきました。今日は天満音楽祭、放送芸術学院専門学校、大阪アニメーションスクール専門学校ドリームホール会場、ここに奇人楽園が出演いたします。では天満音楽祭の受付まで行きたいと思います。綺麗な学校ですよね、本当すごい。こんなところでいろんな放送の技術の勉強をしたり、そうですね、エンターテインメントに関するお勉強したりするんですね。いいなあ、ここに来れる人。じゃあ受付まで一気に行っちゃいます。あー素晴らしい、綺麗な学校ですよね。うわスッチーさん、この人面白いですよね。放送芸術学院ご出身です。結構素顔男前なんだ。私と一緒でございます。何やねん、残っちゃう、やめんのか。さあヨーヨー着きました。おはようございます。おはようございます。受付159番、159番、間違いない、154番着きました。これでございますね。あ、154番です。あ、そしたらもう誰か来たんですね。あ、一応メンバーにも言ってあったので、ね、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あの YouTube 流すんですけど、ちょっと落ちても構わないです。はい、何だし、あの綺麗な受付のお嬢さんですね。ということで、はい、よろしくお願いします。では受付も済ましたところで、ドリームホール会場に行ってみたいと思います。7階ですね、階段で。階段なの、はい、自分大好き人間やな、ビデオマスター私に気ぃ使え。バイアイちゃん、チーン。番目の奇人楽園と言います。あ、よろしくお願いします。スタッフの方です、皆さん。よろしくお願いします。可愛いお父さん、かっこいいお兄さん。それでは今日の出場するドリームホールというのをご紹介します。さあ皆さん入りましょう。
間なのでお客さんもちらほら来ます。いつの日かここで演奏できたらね、キジン楽園。ほんとそろそろ出番やで、リム。変身せんか、いよいよ。今もう本当もう出番前でバタバタしておりますけど、まあ、そういうわけではよろしく。行くよ全然。